はい、皆さんこんにちは。現在私はね、阿波市天竜区、群馬水車の里に来ております。ここからね、県道9号線を、東映の方向に向かいますけれども、山道をドライブするということで、途中で曲がりましてね、県道をこうロックトゥーロックができるような、カーブを曲がりながらね、徐々に、愛知県の方へ向かいたいと思います。じゃあ車の方に向かいますね。はい、ということでね、こちらでございますね。乗り込みましょう。よいしょ。では県道9号に入りたいと思います。お左折するとね、県道9号線ということになりますからね、もうすぐに山道に入ります。ここからの上りがすごいんですけどね。行かないですよね。これくらいの
に、まあ言うても一桁県道主要地方道でございますけど、ね、そんなの6分6分になるようなカーブは少ないと思いますけどね。抜けてからもなかなか道がすごいですね。この道はね、でこういうカーブの前でね、ちゃんと馬が来てないかどうかかなり奥まで見渡す、まあオープンコーナーだとこういうことができると、クローズコーナーでは全然無理です。オープンに右コーナーですので、あ、今スッと行けるんですけどね。クローズの左コーナーはちょっと大変です。コーナーは中間ですけどね。でこれでトンネルでしょうか。初めて通るのかな。線がなくなってます。まあいいけど。線がなくなりましたね。いきなり。これはなかなか大変。途中であれする。
道の狭くちゃんと利用できるところで来れてよかった。ここへ来るんだ、しかし。